モーリタニア、モーリタニア、通称は、ルシタニアの姉妹船で、スワンハンター像船所で建造された、オーシャンライナーである。1906年9月20日に浸水し、後に、世界最大、最速の客船となった。特に注目に値する点は、当時まだ開発段階であった蒸気タービンを、姉妹船ルシタニアと共に採用したことで、このことは、後に、 大西洋定期船のデザインに大きな影響を及ぼすこととなる。モーリタニアは、その豪華さ、速度、安全性から乗客に好評であった。モーリタニアの船名の由来は、ローマ族州の一つであった、マウレタニア、であるが、後に使用され始めたモーリタニア、へは解明しなかった。ちなみに、姉妹船ルシタニアの船名の由来は同じく、ローマ族州であったルシタニア、で、 マウレタニアとは、ジブラルタル海峡を挟んだ反対側に位置する。1897年、ドイツの客船カイザー、ビルヘルムデア・グロッセが22ノット、時速41キロメートルを記録し、ブルーリボン賞を受賞した。これにより、それまで、客船カンパニア・トルカニアによって、ブルーリン賞を保持していたキュナードラインは、世界最速の証を奪われることとなった。また、 アメリカの資産家、ジョン・モルガンは、大西洋定期船を運航する海運企業を買収する大規模な計画を立ており、買収候補として上がっていた企業の中には、キュナードラインのライバルである大手企業ホワイトスター、ラインもあった。これを受けて、キュナードラインは、イギリス政府の支援の下、買収などはされず、独立した企業として営業する意思を表した。年、キュナードラインは、 イギリス政府と2隻の定期船を建造することで合意し、ルシタニアとモーリタニアの計画が発案された。最高速力は24ノット以上とし、イギリス政府は260万ポンドの援助をすることを決定。ただし、国会有事の際には武装商船として軍に引き渡すこと、補助金に2.75%の利子をつけて20年以内に返却することを条件とした。 補助金額はさらに増額されている。モーリタニアは1906年に浸水した。両線の外見上の違いは、通風管の形が、モーリタニアでは、通風管が、カウルタイプ、キセル状デルシタニアは、ドラム管とその蓋のような形状、プロムナードデッキの形状や全長、モーリタニアが5ヒート、長かったである。また、モーリタニアは、蒸気タービンが2つ多く付けられており、 内部で、機関構成は、前方のタービンが、ルシタニアの野よりも大きかった。試運転航海では、船体振動が発生しルシタニアは簡単な船体の補強工事で克服したが、モーリタニアでは、エンジン出力の差から同じ対処では、解決に至らず再検証で船尾部にかての船体の構造強度不足と判明し、補強の追加設計が行われ工事は2度以上にわたり、 解決まで難航した。就航後は速やかにブルーリボン賞は、この2姉妹船が奪取することとなり、ブルーリボン賞を受賞した船舶で最初に、蒸気タービンを採用した船舶であった。しかし後に、蒸気タービンは減らされた。モーリタニアは1907年11月16日に、諸女公開を行い、ジョン・プリットチャード船長のもと、リバープールを出航した。 そして数ヶ月後、モーリタニアは、東回り航路で、平均速力23.69ノット、時速43.87キロメートルを記録し、ブルーリボン賞を受賞した。また、1909年9月、西回り航路で、ブルーリボン賞を受賞し、その後20年以上にわたって、その記録を保持している。しかし1910年12月、 モーリタニアは故障し、渓流所から漂流してマージー側にたどり着き、多大なダメージを受けた。これにより当初予定していたニューヨークへ向かうクリスマスの航海が中止とった。モーリタニアが使用不能となったためクリスマスの航海は、急遽ルシタニアに回され、ルシタニアの目的地であるニューヨークへ行っていた、ジェームズ・チャールズ船長が突然、 ルシタニアの船として呼び戻されるという大混乱が発生した。それでも無事にクリスマスの航海は終了した。また1914年に1月26日、リバプールで作業中だったモーリタニアでガスシリンダー6つが爆発し、4名の男性作業員が死亡、蒸気タービン1機が破損するという事故が発生した。 イギリスがドイツに正式に宣戦布告した後の1914年8月4日、モーリタニアと3番目の姉妹船にあたるは、仮想巡洋艦として徴用されることが検討されたが、船のサイズと燃費が釣り合わないことから、一般の商船として8月11日に復帰した。1915年5月、姉妹船ルシタにアが撃沈されたことを受け、モーリタニアは、リバプールに抑留された。 その影響もあり、モーリタニアは結局軍事輸送船として徴用され、ガリポリの戦いに向け兵士を輸送する役目を任された。モーリタニアは高速であったため、U ボートに攻撃を受けることはなく、その後1916年1月25日に、アキタニア、ブリタニックと共に病院船として運航された。6ヶ月後にはカナダ政府の依頼で、 ハリファックスからリバプールや兵士を輸送する輸送船として使用され、アメリカがドイツに戦線布告した1917年にはアメリカ兵も輸送するようになった。これは終戦まで続いた。1919年9月21日、モーリタニアは再び客船として復帰した。モーリタニアの航海スケジュールは非常に忙しく、1920年に スケジュールの見直しが行われたが、1921年に E デッキで火災が発生したことを受け、キュナードラインは本格的な回収を検討し始めた。モーリタニアはタインのドックへ移動させられ、ボイラーは主幹重油栓掌へ変えられ、1922年3月に使用され始めた。だが、速力などの問題から、1923年、 サウサンプトンで大規模な改修が行われ、蒸気タービンは廃止された。しかし改修の途中でストライキが起こり、モーリタニアの工事がストップしたため、キュナードラインはモーリタニアをシェルブールまで栄光し、工事は別の造船所で再開された。なんとか工事を終えたモーリタニアは、1924年5月に大西洋での運航を再開した。1928年、 モーリタニアの内装は新しいデザインへと変更されたが、その翌年、ドイツの客船ブレーメンが平均速度28ノット時速5 2トルを記録し、22年間保持してきたブルーリボン賞を奪われた。このことについて8月27日にキュナードラインは再びブルーリボン賞に挑戦するようなことはしないと発表した。モーリタニアは改装で、 十分な馬力のあるエンジンを搭載していたが、それでもブレーメンを追い越すのには力不足であり、また革新的な次世代の客船にモーリタニアで挑むのには無理がある、との判断だった。こうしてモーリタニアはブレーメンに挑むことなく西回り航路、東回り航路の両方を奪われることとなった。1929年、モーリタニアはロビンズアンショー付近で 鉄道連絡船と衝突したが、両船ともに怪我人、死者は出ず、双方の損傷もそれほどひどいものではなかった。1930年頃から始まった世界恐慌の影響で、大西洋定期船からクルーズ客船に転用され、1934年にホワイトスターラインとキュナードラインが合併し、オリンピックや マジェスティックなどの客船が就航したことによって、モーリタニアはあまり使用されなくなっていった。モーリタニアは、キュナードラインによって1934年9月、ニューヨークからサウサンプトンへ向けて、最後の大西洋横断を行った。この航海では、平均速力24ノットを記録し、これは、モーリタニアの計画時に定められた速力である。長年モーリタニアが担当していた。 この航路はオリンピックが変わることとなった。こうしてモーリタニアは28年間にわたるキュナードラインでの運航を終えることとなった。1935年5月、モーリタニアの内装の一部がオークションにかけられ、同年7月1日、モーリタニアはサウサンプトンを出港し、TW ワールド海大業のもとに輸送された。この時の船長はアーサー・ロストロンである。 ロストロンはタイタニックの生存者を救助したカルパチアの船長としても知られており、以前モーリタニアの船長を務めたこともある。だが、ロストロン船長は以前登場したモーリタニアを解体業者に送り込むのを拒み、乗船を拒否した。モーリタニアは航行中に地震を作った造船所が存在するタインアンドオや州に寄港し、 入ッするアポンタイン氏の住民に見送られながら、ブラウン船長のもと、再び出航した。モーリタニアは、フォース橋の下を通過し、橋にぶつかるためマストをカットした、無事解体業者のもとに届けられ、船舶解体された。歴史あるモーリタニアの解体に際してはファンからの根強い反対の声があり、大統領であったフランクリン・ルーズベルトまでもが抗議の手紙を送りつけたと言われている。 オークションにかけられた内装の一部であるバーレストランはブリストルのモーリタニアパブリックハウスに移設されブリストルのパーク通りで営業しており付近にはブリストル大学などが位置しているこのバーはマホガニー材でできており一等選客用の図書館も隣接しているこのバーには入り口にモーリタニアのネオンサインが使用されいるまた別の一等客用の選出が ロンドンのパイムウッドスタジオ映画制作会社で使用された。モーリタニアを元にしたテーマ曲ファイリングザマウレタニアが存在し、この歌詞の途中で1924年に石炭を使用していたという部分があったが、実際はすでに重油戦争に改装していたためこれは会えない。別の部分で重油戦争について言及されている。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。